ママ子と魚昔あるところになお父さんとお母さんと子供が二人おったんじゃな一人の子供はママ子で前のお母さんの子供であったんじゃお母さんはその子供たちがだん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 大きくなると 自分が産んだ下の子供にこの家の跡を継がせたいそう思っておったそれでいつも自分の子にはいいことをしてやりお兄さんの方には爪と渡っておったんじゃなある時に夕ご飯じゃ魚を焼いて自分の子供にはちゃんとして身のあるところを皿につけた。 子の,の方には骨だけをお皿につけて出したんじゃなそうしたところが下の子供が「お兄ちゃんどうしたんで僕のは骨大きな実があるけどお兄さんのは骨ばあじゃないの」言うたらその上の子供が「そうじゃなこりゃあなお母さんが私に骨のある人間になれ」ちゃん。 っぱな骨のある人間になれということで骨を壊してもらったんじゃそう言ったんじゃそうしたらお母さんは今いましゅうなって「よし今度は骨以外のところを壊しちゃらんといけん」と思うて次の晩には頭をお皿につけて自分の息子にはちゃんと下身をつけたんじゃそうしたらまた下の子が「お兄ちゃんどうしたんお兄ちゃんは頭ばっかし」。 私のようななちゃんとした身がないじゃないのいやこりゃあなお母さんがちゃんと人の頭に立つように人の先頭に立つように頭をつけてくれとんじゃ」言うて返事をしたんじゃなそれを聞いたお母さんがますます腹が立って「今度はともって考えとった次の日の晩には骨や 頭じゃなくって尻尾の小さいところをおさんにつけて自分の子にはちゃんとした身をつけたんじゃなまた弟の方が「お兄ちゃんお兄ちゃんどうしたん尻尾ばっかしじゃないの」言ったらお母さんが「この家の後を取れ後継ぎになれ」ということで尻尾をくれとんじゃ言うたんじゃって。 それを聞いた母親は「こりゃあこの子供はしっかりしとるこれまでのようにママ子いじめをしないで上の子も下の子も同じように育てんといけん」ということでママ子いじめをせんようになったんじゃって昔こっぷり。 ママ子と魚の話どうでしたいやー本当にママ子の答えもう優等生だろうと思いますね。頭をもらったら頭になれ骨をもらったら骨なしになるな、ね、そうして尻尾をもらったら跡継ぎになれこれを聞いてねいやー大したもんだと思いました。 えー「ママ子話というのはあの昔話の中で「ママ子タン」と言ったりするんですがママ子話という一つのグループの中にいくつもあるんですねそれほどまでに「本子」と「ママ子」というのはまあ大きなその問題になっておったということを表していると思うんです。今でも「ママ子いじめ」の話は時々新聞なんかに載ってますけどやっぱしね あの産んだ親は自分がお腹を痛めて産んだ子供を大切にし前のね別の母親が産んだ子供はまあ大切にしないというのがいまだにちゃんとなかなか解消はできないということがあると思いますね。でもねやっぱりどの子であろうともちゃんと立派に育ててやることが大人の責任じゃないかなと思いながら。 この話をしておるわけですけどね。